Day 4終わりました。今日火曜日です。今日はですね、7時間74キロ217メートルということで、まああんまり登ってないんですけど、距離はそこそこ走りました。今日はですね、朝ホテル出まして、自走で五稜郭駅というところまで JR のですね、30分もかからなかったかな。すぐに、まあ、通勤時間帯中でちょっと混んでたんですけど、まあ、すぐに到着しました。でそこからですね、特急の北斗というのに乗りまして、森駅まで移動しました。森駅はいかめしで有名なところですよね。1時間ぐらいでしたかね。ただ、JR 北海道あるあるですけど、少し遅れて5分ぐらいですね、対抗してくる列車の遅れで、すれ違いでちょっと待たなきゃいけないみたいなんで少し遅れました。で森駅で輪行解除しまして、函館があるところのこっち側にちょっと突き出てる半島があるんですよ。亀田半島っていう、僕シムカップさんの動画で知ったんですけど、そのシムカップさんの動画で見てすごい行ってみたいと思って今回もプランに入れたんですが、その森駅から亀田半島を海沿いぐるっと走りまして、今ここにいる恵山岬、恵山のふもとなんですけど、ここのホテルまで走りました。それがまあ74キロでしたね。すごい途中のね、特急北斗乗ってる時に大沼通ったんですけど、すごい紅葉綺麗でしたね。でお客さんもすっごいたくさん降りていってたので、大沼に行かなくてよかったですもう混んでるところ大嫌いなので、はい、ただ森駅から走って途中ね、ちょっと原生っぽいところを原生林っぽいところを走れたんですけど、そことかね、ぬかびら国道に似ててすっごい良かったですね。まあ、交通量も少なかったし、本当紅葉綺麗でした。で、まあ、途中途中山が見えて、まあ、紅葉本当にここ良かったですね。どちらかというと終盤の方だと思います。で明日はですね、ここからまた函館まで戻ります。今亀田半島の一番下にいる、下にいるので、そこから函館の方にぐるっと戻って、それがですね、自転車ナビタイムだと52キロで225メーター登るみたいですね。この225ってね、初っ端にほとんど登るんですよ。これ恵山のふもとをこう向こう側に渡らなきゃいけなくて、そこのところでちょっと登るみたいですね。で明日はですね、それでまあ函館に戻るんですけど、50キロ走って、で当初の予定では夕方の4時発の大間行きのフェリーに乗って大間に渡ろうと思ってたんですよ。で翌日朝から大間からちょっと移動してみたいなのを考えてたんですが、ちょっと北海道来たらですね、やっぱり北海道いい、なんかわかんないけどいい、ちょっとやっぱ青森と違うんですよね。なんでちょっと明日ね、夕方出ちゃうのはなんかね、寂しい気がしてきちゃったんですよね、今日走って。なのでこれからちょっと考えて明日の予定をもう一度練り直します。まあ明後日の朝、明日は函館に一泊して、明後日の朝大間に渡っても、大間に10時半には着くんですよ。1時間半しかかからないんで、函館から大間だとフェリーが。で10時半から走り始めても、まあ、大間ちょこっと観光して、大間沿いぐーっと走って、ちょっとね、大畑線っていう廃線跡があるんですけど、それを見ながら、その下の陸奥湾の大港湖、大港市ですね、そこに木曜の夜は泊まろうと思ってたので、まあそこまでは全然行けるんですよ、50キロぐらいなので。なんでまあ明日はゆっくり函館にいられるように、まあ函館までゆっくり行けるようにですかね。明日もね、ちょっと明日は未成線って言って伸びてこなかったけど、途中作ったアーチ橋とかがあるところがあるんですけど、それとかを見たいので、ゆっくり、まあ明日時間に余裕ができるように明日フェリーに乗るのはやめようかなとも思ってます。で大間から
大港までは50キロぐらいなので、まあ、10時半から走り始めても余裕で着くんですよね。まあそうするか、まあまあちょっといろいろと考えます。今ね、まだ6時ぐらいなんですよ。でこのあと7時から夕食なので、ここも夕食朝食付きのホテルで、まあ1万円しないんですよ。9800いくらかってすごい安いんですけど、まあ、温泉もすごい気持ちよくてよかったです。ということで、明日もまたよろしくお願いいたします。